ココラ、バニラ、朝ですよ。起きなさい。あー、しぐれちゃん、もう朝。私の仕事まだまだ子猫ちゃんたちね。まったく手間がかかるのですから。水無月隆起小術その32、カッカ総用こちょ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 ご主人のお布団も悪くない。
ショコラもまた夢の続きが浮いて浮いて兄様の魔性の香りがそうさせるのですご朝食朝食なんで私がご飯作らなきゃいけないのよ、めんどくさ。んなこと言ったらなんで私のが作らなきゃいけねえんだよ、めんどくせえ。私家事とかやるキャラじゃないじゃない。優雅にテーブルで待ってる側っていうか。家事はできねえの間違いだろ。他におめえ何ができんだよ。クーネル遊ぶのニート猫じゃねえか。うわっ、ちょ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 。あら、お湯が跳ねちゃってごめんなさいね。うん、悪いな。思わず肉球が跳ねちまってよ。やんの？ねえ、やるつもりなの？私とやるつもり？おめえこそやんのか、おい。朝からネチネチイチャモンつけやがって。お？わーお。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 わの朝食は猫まんまっと。だってメイプルだ。姉ちゃんとアズちゃんじゃしょうがないよね。まあ用意はしてくれたし。あ、おいしい。意外においしい。確かにおいしい。午前10時、朝食、朝食、かっこ片付け編。片付け編。くったくった。猫飯もたまには悪くねえな。お腹いっぱいだとすべてがどうでもよくなるわね。2匹とも？そんな両手両足投げ出して寝転がっては明日ないですよ。しぐれちゃんも3人揃って大の字になって本当の姉妹みたいだね。なっちゃん？え？ああ、ごめん、洗い物に集中してて。ほら、私不器用だから気をつけないとすぐに。あ、こうなっちゃうから、しょぼ。なっちゃんはパワフルな猫だからね。まあ、割れたのはあずちゃんのお茶碗だし、問題ないない、大丈夫だよ。次はソフトに頑張ろう。うん、あずきのでよかった。じゃあ次はソフトに、ソフトに。あ、しぐれちゃんのお茶はさせるか。おお、ナイスキャッチ。すごいすごいよ、ここちゃん。すごい反射神経だよ。まるで一人
サーカス、素晴らしいの一言。いや、それほどでもないよ、こんなの。もう一回、もう一回。アンコール、アンコール。じゃあもう一回だけ。今度は自分のお茶碗でね。もう一回。まるでお父さんが子供をあやしてるみたいですね。お父さんと子供ってことは、もしかして私がお母さんで、なっちゃんと、そにゃの、めしべとめしべじゃ赤ちゃんはできないのに。ダメ、朝からシナモン潤っちゃう。相変わらずバカだな、もうシナのやつは。そうね、バカね、相変わらず。これでこそ私の愛する猫たちね。午前11時、緊急お掃除。私たちに今日課せられた使命は、廊下の拭き掃除。面倒だけど頑張る。なんだこれ、一体何の装置なんだ。私も見たことないわね。危険物じゃないよね。もしそうならこんな堂々と置いてないだろうし。壁に貼り付けてあるってことは、何か備え付けのものなんでしょうけど。前方に猫だかり発見。場所的におそらくトイレ。みんな何してるんだろう。連れおしっこって聞いたことあるよ。女の子たちがするんだって、きっとそれだよ。ショコラは微妙に間違えた知識を持ってるのが可愛いね。よしよし、いつまでもそのままでいるんだよ。あ、ショコラ、バニラ、おめえら、これ何だか知らねえか。これって、うん、何この置物、知らないよ。ではなかったと思うのよね。まさか水月家にも盗撮被害が。バッカ野郎、そんなんあったらメイプルのアホの全裸トイレショーが世の中にバレるじゃねえか。いやー、だからそんな小さい頃の話すんなっつってんでしょ。トイレくらいは今は半裸でできるわよ。どっちにしても水月家の猫の威信に関わるね。これって、こないだテレビで見た自動で出る芳香剤ってやつ？あ、僕も、じゃない、私も見た。時間が来たり人が通ったりすると反応して芳香剤を出すって。ふーん、そいつはなかなかの文明品じゃねえか。つまり常にトイレからいい匂いがするってわけか。すごいよこれ、超便利だよ。すげえなこれ、考えたやつマジ
なってるのこれ。あ、そんな風に上から覗き込んだら、だから分かりきってるだろうに。とりあえずお水で洗わないと。ほらアズちゃん、私の手握って。かたじけねえシナモン、この恩は目を洗うまでは忘れねえからよ。あ、アズキちゃん、それシナモンちゃんの手じゃなくてトーシュレットのボタン。ですって。にゃ、しぐれちゃん、しぐれ。真面目に掃除をしてるかと思ったら、一体何の騒ぎですかこれは。あ、ちげんだって。しぐれ、何が違うって。いろいろとちげんだって。そうよ、別に怒るようなことじゃないのよ。そのやむにやまれぬ事情があって。しぐれ様の笑顔が怖い。僕何もしてないよ。このトイレットペーパーで拘束されるのもまた。みなずきの猫たちが揃いも揃ってこんな集体とは。全員とりあえず片付けからね。お仕置きは後でもできますし。はい、すみませんでした。午後12時、洗濯物。うん、物干し竿に手が届かないよ。これじゃお洗濯物が干せない。いいよシナモン、高いところは僕に任せて。洗濯物広げて渡してくれる？年下なのに頼りがいがあるな。メインくんだから体が大きいだけだよ。こういう時は便利だけどね。でもシャワーも浴びてさっぱりできてよかったよね。濡れたままじゃ一日気持ち悪かったし。そうだね。しぐれ様もあんな装置をトイレにつけるなら一言教えてくれればいいのに。そうだね。そうすれば
こんなことにならなかったのにね。あ、蝶々だ。蝶々が飛んでる。本当だ。蝶々がひらひらと目の前を誘うみたいに。いけないいけない、僕は立派な猫なんだから、蝶々くらいで惑わされちゃダメだ。色即是空、空即是色、明鏡止水、油断大敵。僕は大人、僕は大人。気にならない、蝶々なんてヒラヒラしてても目の前を飛んでても気にならない、気にならない、気にならない。私のこの手が真っ赤に燃える。蝶々を落とせと轟き叫ぶ。バークのやつ、あずき、ウィンカー。いやー、ち、逃がしたか。次は外さねえぞ。くらいやがれ。金と遊びだけが友達だ。にゃーん、パーッ。ぷんぬ、メインくんごときが何しやがる。いってえじゃねえか。僕のセリフだ、このマンチカン。なんでいきなりあんな助走つけて猫パンチするんだよ。てめえがそこに突っ立ってんのが悪いんだろうが。でけえ図体と一緒に。そっちこそ豆チカンのくせに。てか僕がいるんだから避ければいいじゃんか。なんでそのまま突っ込んでくるんだよ。うるせえ、やんのかてめえ。蝶々の前にてめえからぶっ潰すぞ。いいよ、たまにはお灸据えてあげる。ごめんなさいって言うまで関節締め上げるからね。おお、目にも止まらぬあずきちゃんのフットワーク。残像、残像が見えるよ。あ、でもすぐ捕まったね。そこから流れるような足四の字固めだ。うん、なっちゃんは相手が悪いよね。まあ、あずちゃんが明らかに悪いしないかな。本当にあの2匹は喧嘩ばっかして飽きないわね。元気なのはいいこと。